清水ミチコ園芸を習う。日本武道館にお集まりの皆さん、新年明けましておめでとうございます。清水ミチコ、今回は園芸を習うと題しまして、こちらを習いたいと思います。腹話術、今回素晴らしい講師の方においでいただきました。特別講師この方です。明けましておめでとうございます。さつきみどりさんです。さつきさんはそもそも、どうして腹話術を始めたんですか？なんかね、子供の頃ね、よく腹話術なんか見に行ったんでしょうね、親と一緒。それでなんかこうよく口でやってたんですけど、真似して、可愛いこの子が、大好きで、一生懸命やってるんですけど、なかなかうまくいかないですね。それでは早速、さつきさん、新ネタをお願いいたします。明けましておめでとうございます。ゆうちゃん、今年は何年でしたっけ？ミー。あら、それね、ちょっとヤギじゃないの？本当に今年はね、羊なのよ、羊年。ミー。笑っちゃってるじゃないですか、もう。一生懸命、ねえ。ヤギと羊の違いは何だったんですか？ヤギはメーって言って、で羊はメーメーっていう風になんかちょっと変えようと。さじ加減一つじゃないですか。ところでこの子は何て名前なんですか？ゆうちゃんって言うんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でこの子は何歳なんですか？この子はね、10歳にしときましょう。それをやってください。え、僕何やればいいの？でもいろいろ、伺ってみたいし、習いたいんですけど、これね、コツはもうすぐですよ。すいません、大丈夫です。私ができないんだけど、ここに手を入れて、それで口と目と、どこが目だか。ああ本当だ、ダメよ、ダメダメみたいな感じ。それは誰とできると思うんですけど。ダメよ、ダメダメっていうのね。さすが、もう藤井もお色気が過ぎますぞ。じゃあ口を動かしながら、ゆうちゃんこんにちは。こんにちは。ゆうちゃんはいくつなの？10歳ね。口動かない、上手ですね。先生教えてください。どこら辺から声出すんですか？さつきみどりさんの腹話術どうでした？あれ、眠くなっちゃう。寝てるじゃないの。ゆうちゃん、あなたいくらなの？結構ね、着てるもんも高いんですよ。あ、こちらこれも、もう私も一体持ってきてるんですよ。あら、中年のいい男です。確かに、でもね、10歳に比べたらね、ちょっとね、チャーリー君って言うんですよ。はい、チャーリーいくつなの？46。結構いってるね。今年は何年か知ってる？チャーリー。今年は馬。それは去年でしょ？今年。今年はね、猿。それは来年。今年はね、羊。やだ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 。だって可愛くないね、この。可愛いよね。全然可愛いね。なんと今回、さつきさんは武道館用に新ネタを用意してくださいました。うわー、たくさんいらっしゃいますね、お客様、すごいですね。ゆっちゃん、お花畑みたい。あ、ユリの花。綺麗ね。あ、バラの花。素敵ね。真ん中の花はかぼちゃ。帰りましょうよ。かぼちゃなんて言ったんじゃ悪いもん、私帰るわもう。ね。やだやだやだ。まだ痛いの？じゃあね、じゃあ一緒に。やだ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 。
今回は名人芸を楽しませていただきました。どうもありがとうございました。